三上山は、滋賀県安市三上にある山。一般には、大見富士として知られる。標高432メートル。麓には、お上神社や滋賀県希望が丘文化公園がある。平野部の残旧による大むかで大事伝説が残る、ことから、ムカで山の異名も持つ。中世以降、 周囲の山々が燃料などの採取目的に伐採が続けられて大規模にハゲ山化した。三上山も後輩、織田信長は上落の折街道から切り荒らされた様子を見て、街道から見えない部分で狩るよう指示している。1615年、徳川秀忠は大阪の神からの木と石部塾から三上さんの後輩状況を見て、 環状奉行の痛み交渉に植林と保護を、指示、1619年から松、栗、青切などの植林が始まった。植栽された木は1658年に干ばつされ、安川の護岸や土砂止めの器具として用いられた。干ばつ後には、松茸が発生するようになり、収益は御神神社の社殿修理費用に払い下げられた。 その後の三上さんは取り残されるように青々とした、山業を維持した。このことからランドマーク的に存在感を増し、松尾芭蕉が、三上山のみ、夏知れる姿かなと呼んでいる。国立国会図書館レファレンス共同データベース、第三節村の生活、安町市、第二巻、P365 安町1987年3月31日間全国書誌番号。 87037576、安調市、第2巻、P366 から367ブライ、大海の道第三回道卓博物館を訪ねてマイナス129号、メディカルライティング研究会の開放、曽我和夫。ありがとうございます。